レディビアードは、オーストラリアのアデレード出身のミュージシャン、女装パフォーマー、女装プロレスラー、血液型系型、ニックネームはビアちゃん。子供の頃よりテコンドー、ジークンドー、ムエタイ、カポエラを学ぶ。メルボルンにおいて、ジャッキー・チェンのスタントマンと共にトレーニングをしていた。ことにより、香港において、カンフー映画に参加することとなる。2006年、 香港にてスタントマンとしてデビューした。2009年、レズリングジムにおいて2ヶ月のトレーニングの後、香港プロレスにて、プロレスデビュー、ドリータ服を着たツインテールの姿のキャラクター、ヒゲ女として初試合を行う。これにより、一世にして人気を得た、彼は、この突飛な衣装で、カントンポップのヘビーメタルカバーをするパフォーマンスを始めることとなった。 2013年8月より日本での活動を始めた。デッドリフトロリータ香港版、チビマルコちゃんの桜友蔵の声優を担当していた。レディビアード曰く友蔵は行動がすごくおじさんっぽくてチャーミングとのこと。楽曲としては日本のポップスやアニメソングのカバーがメインであるが曲の途中からメタルコア調に変わり歌唱も可愛い歌い方からデスボイスに変貌するという 可愛い,いコアというスタイル。2015年より、レディーベイビーのデスボイス担当として活動し、2016年に脱退。だほか、ありがとうございます。